突然ですが、今日は自己紹介していきたいと思います。最後まで見てね。はい、私は2002年生まれ、8月2日埼玉入間市で生まれて、今えっと兵庫に住んでます。血液型は桜花 a です。でもお姉ちゃんが a だったらしくて、a の確率は多いかも。あの親戚ほとんど a だ。だ らお父さんで趣味は韓国語勉強コスメ集めメイク練習とか音楽聴くことあとは映画とか見ること他ダンスとかかな最近は歌も歌うようになってますねあと YouTube 撮ることも大好きです他嫌いな食べ物はほぼありませんあの好きなものの方が多いです野菜も全般食べれます 唯一食べれないのパクチーぐらい <laughs> パクチーまあアボカド食べれなかったんですけど食べれなかったっていうか好んで食べなかっただけなんですけどでも今は食べれますおいしいこれ何があるかなえっと6歳まで埼玉に住んでて小学1年生入学するよーっていう時にここに引っ越してきましただからここで14年ぐらいあの住んでるので埼玉より こっちの方が長いですでも今でもル間に行くとすごい懐かしい感じがしますあと私よくハーフだって間違われるんですけどお母さんもお父さんも日本人ですなのですがなんで私が日本人に見られないかっていうと おばあちゃんに似てるからだと思いますおばあちゃんがねすごい白髪が白い髪が似合うおばあちゃんなんだけどすごい元気でフランスパンがすごく似合うおばあちゃんなのそうフランスパンよく食べるんだけど一緒に買いに行ってたおばあちゃんち行ってる時とかにねそうおばあちゃんがすごいフランスの方みたいな感じの顔してるの私もねフランスの方にもフランスの人だって間違われて母国語喋りなさいよみたいないや私日本人だからってね 他にもロシアの方とかヨーロッパの方とかスペインの方とかも本当にいろんなところからあのー、声かけられるんですけど日本人だよーってめちゃくちゃで間違えないようにしてくださいあのカラコンつけると余計ハーフで間違われるんですけど日本人です<他>ーすほかえっと今はバイトしながら SNS で活動もしていますはいまあ もうちょっと伸びるようになったら YouTube 一本でやっていきたいと思ってるのでぜひ皆さんチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますちょっと短くなっちゃったかもだけどここで終わりたいと思います <laughs> また韓国語バージョンの自己紹介動画も出そうかなっていう思いではあるのでぜひ見てくださいということで今日はここで終わりますバイバーイ